こんにちは、ゆうすけおかわです。今回は Adobe Premiere Pro によるクロップの入れ方について教えていきたいと思います。まずクロップとはどういうものなのか、参考映像をご覧ください。はい、クロップとは本来画像を切り取るということなんですけど、こちらの上と下を切り取る、切り取ることによって、まあ、アスペクト比が変更されてよりシネマに近い映像が作れるということで、ミュージックビデオやプロモーションビデオの際にクロップを利用しております。それでは Adobe Premiere Pro で説明していきたいと思います。はい、それではクロップの入れ方について説明していきたいと思います。クロップがですね、めちゃくちゃ簡単です。シーケンスのタイムラインに、まあ、映像を何か入れていただければ、でこちらは以前グアムにいた時の映像ですかね。タイムラインにシーケンスを入れて、こちらのエフェクトでクロップと調べれば、ビデオエフェクトでトランスフォームにクロップというものがあります。クリップにドラッグします。こうするとエフェクトコントロール画面にこのようなクロップのサイズを選べる画面になるので、基本的にはこちら上、僕はこちらが 10% ぐらいかな、下 10% ですかね。こうすればクロップされて、よりシネマに近い印象が違う映像になると思います。こちらがない状態、ある状態、全然印象が違うと思います。こちらがクロップですね。ぜひ利用してみてください。で次に徐々にクロップのサイズを変えていきたい場合、例えばこちらを、まあ、50ですね。こちら上50下50にすれば、まあ、一応画面が真っ暗な状態でタイムボタンを押し、ある一定のところ、例えばここら辺ですかね、ここら辺でこれを 10% にすればクロップが徐々に時間とともに動いて、ちょっと重いですけどね、徐々に開いていくことが可能になります。はい、こんな感じでクロップエフェクトについて今軽く説明したんですけど、まあ、本当にものすごく簡単なので、本当にその自分が作った映像を少しでもステップアップするために、こちらのクロップを、まあ、使ってみていただければ見られ方が変わってくると思うので、ぜひおすすめします。これから僕はまあ映像技術に関しての動画も上げていくつもりなので、よければぜひ見てください。